公立の夜間中学がない県内で、20年にわたり、義務教育を受けられなかった人たちの受け皿となってきたフリースクール、サンゴシャスコーレ。私立の夜間中学として、県に認可してもらおうと申請していましたが、県は設置基準を満たしていないと認めず、きょう、再審査に向け、県に働きかけるよう県議会に陳情しましまた。県内には公立の夜間中学がなく、 戦中戦後の混乱、さらには若年出産などで義務教育を受けられなかった人たちのために NPO 法人、産後者スコーレは自主夜間中学を手弁当で開設し道を開きました2004年からこれまでに190人が入学95人が卒業していておととしには南城市に校舎を新設しことし3月 経営基盤の安定やカリキュラムの充実を目的に私立の夜間中学として認可するよう県に申請しましたしかし先月、県は文科省の中学校設置基準の第8条で定められている校舎面積の基準を満たしていないとして認めないことを通知しましたさんごスコーレの星野仁代表はきょう県議会を訪れ県に対し 再審査するよう働学びっていうことは基本的人権の柱の一つですからそれを用意するっていうのがまず仕事なんですよ。権利の保障っていうことのために門戸を開けておくこと準備してあることいつでも通っていい通えるっていう状況を作ることそれが行政の仕事。 県の担当者は沖縄テレビの取材に対し夜間中学が必要とされている県内の事情を十分認識しているとした上で文科省が定める基準を満たす必要があるとの見解を繰り返しました一方、校舎の広さの基準について地域の事情を考慮し教育に差し障りがない場合はその限りではないとする例外規定があり星野代表は

各都道府県に公立の学校を1校開設するよう促していますが県内では設置の目処も立っていません誰一人取り残さないと掲げる玉城県政だからこそ柔軟に対応するよう保守の代表は訴えています